ケンタウロスちゃんってさ、可愛いよね。でもなんか、下半身馬なんでしょ？ってことは僕、乗れるのかな？なんか、馬に乗るってことはなんか、まるでなんか、騎乗位。どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、グリーンウォーオブガイア3のね、パート2やっていこうかなと思います。まあ、今回までね、ため撮りで、一旦ね、パート2まで投稿したらまた次を撮るって感じでやっていこうかなと思います。ってことで、まあ、前回から何もね、変えずに、何も進展なくとりあえずやってるんで、まあなんか進んでるとかそういうのはないんですけども、まあ、今回も女の子をね、見つけに行きたいと思います。なんで急にこんな声でやっちゃったんだろうね。なんか前回はさ、夜になってすぐ寝ちゃったけどさ、なんか、その寝るまでの間にさ、結構、まあ、僕言ってなかったんだけど、意外とね、違うね、モブがね、いたんだよね。まあ、女の子以外。女の子以外のモブでも普通にいたから、結構ね、意外とモンスター出てくる率高いですね、これは。だから結構、取れ高がね動画の撮れ高がなかなかいいんじゃないでしょうかっていう、この実況動画を作る人目線からの意見です。はい。なんか今光んなかった？え？待って、今なんか、何もいないよね。よかった。あ、びっくりした。なんか今、めっちゃなんか怖かったんだけど今、赤い目みたいの見えた。怖えー。ってことでカット。うわー、カットできない！カットできない！カットできない！ちょっと待って。ちょっと待って、早いから出てくんの出番。あれ、いなくなった。やっぱ赤い目は間違いじゃなかったのか。ちょっと待って、松明作ってないからさ、暗くて見えないんですよ。出番、ちょっともあって申し訳ないんですけど。あ、いた。なんだこいつ。こいつなんだ、ワーレスト、王冠、王、あ、ちょっと待って、やばい。待って、剣壊れそう。剣壊れたら、俺が終わる。俺が、オッケー、倒した。よし。あれ、なんだったんだろう。ですね、あれはなんか、ワーキャットっていうらしくて、なんか、猫科の獣人って書いてありましたね。森林バイオームの夜に、出てくるらしいです。ってことで、新しいアイテムね、早速ね、落としましたね、この、アイアンシャード。シャードってどういう意味だろう。よくわかんない。ちょっと待って、洞窟の中意外とデンジャラスなんだけど、ルー大芝かやまして。なんで急に英語出てきたんだよ。待って、そして、ゾンビの後ろになんか違うの紛れてない、なんか。ちょっと待って、なんか見える。ゾンビじゃない方が。あれ？あ、村人ゾンビか。まさかの村人ゾンビ出てきた。なんかね、これキュートモブモデルスのモッドの効果なんですけども、村人ゾンビの方はこんな感じで女の子、可愛らしい女の子になりますね。おぉ、いいね。まさか村人ゾンビが出てくると思わなかったわ。すげえ。まあ、死んでくれ。そこで死んでくれ。いやー、ひまわりしかねえ。何ここ、ひまわりしかねえんだけど、ちょっとやめてくんね、マジで。牛とかさ、豚とかなんか、そういうのが出てくれればな、いいんだけどな、なかなか。羊しかいないんだけど、本当に。なんでこんな逆に羊しかいないの？羊ばっかいても、しょうがないんだけどな。豚いないかな？豚肉食いてえな。ケンタウロス食えねえかな、あれ。ケンタウロス食えねえか。なんか、肉落とす敵とかいないかな？とか言ってたら、なんか普通に、あれ、こんないなかったっけ。さっき、なんか前回の時さ、昼にさ、いっぱいいた気がするんだけど、今回はなんか全然いないですね。なんでこんなにいないんだろう。あ、いたケンタウロス食おうぜ。3体だとちょっとやられるな。3体はやられるから。めっちゃいるんだけど。え、めっちゃいる。ケンタウロス集ってんな。なかなか集う。わ、そしてもう1匹違うのがいる。こいつ最初の方に紹介したやつか。なんだっけ、一番最初に出てきたやつか、お前。サテュロスだっけ、確か。サテュロスみたいな。ちょ、こいつ倒そうぜ。こいつ倒せば多分、なんか落とさないかな。オッケー。まあ、あんま強くないな。弓矢じゃなければ。お、え、すげえ、防具落とした。ラッキー。金のレインスだ。うわ。ダサ。めっちゃダセ。そしてなんか今。あ、落とした。ミートモーサルっていうのかな。なんか、これ多分確かね、食べれるアイテムだった気がする。これ確か見たんですよね。ミートモーサル。あ、食べれる。よかった。まあ、こんな感じで倒せばね、アイテムが落とすらしいです。そしてね、さりげなく、アイアンシャードもなんかもう一個落としたんで、ちょっとアイアンシャードの説明ちょっと見ていきます。
なんかどうやらね、アイアンシャドウ以外にも他にもなんかなんとかシャードみたいなのあるらしくて、4つクラフト、4つ固めてクラフトする、クラフトするとなんか鉄インゴットか鉄鉱石か忘れちゃったけどになるらしいんで、まあだから集めると普通に鉄が手に入るっぽいですね。これ結構便利じゃない？結構便利だよね。ってことで、ちょ、後ろから来てない？もしかして、もしかして、あ、来てない。オッケーオッケー、ゾンビピックマンほど結束力が固いわけじゃないのだな。よしよしよし、倒せ倒せ、肉くれ肉。オッケーオッケー、普通にアイアンシャドウだったわ。ミートミートなんとか欲しかったな、食料ないから。サテュロスあんま強くないっぽいね。なんか見た目的に強そうかなと思ったけど、とか言ってたらいっぱいいた。よし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 、こいつら倒そうぜ。なんかさ、装備揃えらんねえかな、こいつらから。なんかこれ全員倒して装備レギンスだけじゃなくてさ、胴体とか落とさないかな。てか、なんか違うの落とさなかった今。なにこれ、あ、肉だ。肉じゃん、ミートボールじゃなくてもはや肉じゃん。肉も落とすんだ、すげえな、かわいい一生癒されるわこれでこれで癒されるわ、かわいい。あ、ちょっと襲われそう、危ねえ危ねえ危ねえ。よしよし、お、ミートボールみたいなのも落としましたね。ミートなんだっけ、ミートモーサルみたいなのも落としましたね。ラッキーだね。まあ食料は最悪あれだね、敵倒せば落とすみたいですね、どうやら。ちょっとこれ食べるか、とりあえず。サティロスはもう大事な食用源ですね。女の子を食べます。なんかちょっと意味違くなってくるな意味違くなってくるわ、なんか痛え。お、そして、あ、エメラルドも落とすんだね。エメラルドフラグメント、なんか違くね、エメラルドシャードじゃないんだね、エメラルドフラグメントなんだね。そこはなんか若干違うの出てきたわ。試しに作れるか、やってみるか。じゃあアイアンシャード4つで、あ、できた、ほんとだ、すげえ。鉄インゴット作れた。なんかどうやら金とかもあるらしいんで、これでね、鉄も作れるし、金も作れるしみたいな感じっぽいですね。へえ、便利だね。なんかレアドロップとか何体倒さなくちゃいけないんだろうね。レアドロップ見つけるのは絶対難しいだろうな。というわけで、草原の夜しか出てこないモンスターがいたら、そいつをね、ちょっと、お、すげえ、ミートの方だとめっちゃ回復するね。草原にしか出てこない夜湧くモンスターがいれば、そいつを見て今日は終わりにしたいんですけど。あ、エンダーガールがいる。キュートモブモデルス要素を発見した。エンダーマンの女の子っすね、これ。どう考えてもこんなんさ、目合わせちゃうでしょ、マジで。目合わせたくないけど目合わせて、ちょっと見たい、顔見たい、顔見たい。あ、かわいい、よし、オッケー何がオッケーなんだ。あ、クリーパーもいる、やべえ。あ、そうだ、普通のモブもいるってこと忘れてた。クリーパーもいるんだ、怖え怖え怖え。いるかな、いなかったらもうこの動画特に進展なく終わるんだけど、あの、なんだっけ、なんとかシャードとミートなんとかを説明して終わりみたいな感じなんだけど。あ、スケルトンガールがいますね。スケルトンな、あ、ん、あれもエンダーガールか。エンダーガールって2種類いんのか、もしかして。これ多分、あ、違う、クモだ。あ、クモか、クモの女の子だ。女の子がめっちゃ紹介できる。普通のモブの方の女の子が意外といた、意外といた。待って、スケルトン倒そう。スケルトン結構厄介だよ、厄介だよ。スケルトンかわいいかわいい、攻撃できねえ。あー、待って、やられる、やられる前に倒せ。オッケーオッケー、あああああああ、ミノタウルス、あ、お前レアなやつ、レアなやつなのに。あ、道中にいた。いたいたいた。こいつですね。ミノタウルス。こいつ弓使うかな。ミノタウルスが、足速くね、こいつ。ちょっと待って、足速くね。ミノタウルスが草原の夜に出てくる、女の子っぽいですね。こいつがね、草原のモンスターらしいです。もう一体なんか、いるんですけど、そっちはね、まあ、女の子じゃないので、まあ、たまに見れたらいっかな、みたいな。たまたま見れたら紹介するわ。噛んでいきます。はい。いや、でもミノタウルス可愛いな。可愛い女の子にやられるなら本望。これ前回も言ったな前回も言ったし、何言ってんだろう俺。あー、松明やっぱ作るべきだったね。画面も見づらくなっちゃうし、やっぱ失敗だな。実況者として失敗ですね。実況やめません。はい、やめませんやめねえよアホ。あ、でもさっきのマグマあったから意外と近いんじゃないか。あんだかんだアイテム取り返しそうな気がする。やばい、ここに来て、ここに来て、食料というか体力ゲージがなくなってきた。ミノタウルス後ろにいた。やべえ、追ってきてる。ミノタウルスめっちゃ追ってきてる。待って、これ大丈夫か。アイテム残ってる、まだ生きてますか、生きてますか。アイテム
どこでやられたか覚えてないけど、多分この辺、あ、経験値が落ちてる。経験値が落ちてるってことは、クモの足が結構速いんじゃないか。はいはいはい、オッケー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 、よし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 、帰ろう。帰宅、このまま帰宅したい、帰宅したい。剣があるから、ミノタウロスを倒して終わり。え、80ってレベル高くね。レベル高いやつのモブだ。待って、レベル高いのに出会っちゃったらもう終わりだよこれ。はあ、海来ちゃった。血迷った、マジで血迷った。ちょっと待って助けて助けて、あ、助けてください、助けてください。食料、食料をうまいことセットしたい。はい、よし、オッケー。これで大丈夫だろう。こんだけ回復すれば大丈夫だろう。よし、あとは逃げるのみ。あとは逃げるのみ。ミノタウロスと戦いたかったけど、他の敵が多すぎてどうしようもできねえわ。いた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 、こいつ戦おう。レベル、待って、80。え、こいつデフォルトで体力多いの。弓使うのお前。弓、いや、ちょ、一旦終わりたいと思います。次回からは、次回、パート3からはもう全身装備揃えてやっていきます。じゃ、パート2まで、ちょっと緩い感じで許してください。はい。終わります。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。終わります。相変わらずグダグダな実況で。ごめんよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。